全然もないよ。おもろなれて。顔見せる見んか、その顔。合格にやねんから。よどうも、TKO 木下です。さあ、今日はコラボ企画でございます。ゲストのお二人、コロコロチキチキペッパーズのお二人です。よろしくお願いします。さあ、先ほどコロチキの動画の方にも出させてもらって、はい、ちょっといろいろとね、はい、今までのナダルとの距離感あったので、はいはいはい、その因縁っていうかな、いやいや、その辺のリアルな方をちょっと会話させてもらってるんで、はい、そこはコロチキの動画で見ていただきたいと思います、はい、お願いします。というわけで今回こちらの動画ではですね、YouTube これからどうなるという、討論会でございますけど、ちょっと待ってくれる？ほんまにそんなことやろう思てんの？いや、そうですよ。ちょっと待ってください。誰ですか？ごめんなさい、ごめんなさい。うちのあのトシちゃんの。誰が YouTube の未来おそんなことするわけない。コロチキさんが久々にこうやって絡んで、ちょっと浮かれた感じになってんのもちょっとだけ嫌やから。めちゃくちゃディスられてますよ。知らん人に木下さんがいきなり切られてるから。じゃあ何をするんですか？とりあえず鎖持って1枚。いやどういうことですか？マジっすか？1万円を僕が自腹払って、はい、アンチに説教されるっていう企画があるんです。アンチなんて1万円払ってるんですか？アンチなんてどこにいるんですか？どこにいるんすか？やばいっす。いや、山ほどおんのよ。あんた今、ボケ殺ししてる。ナダルさんが、アンチどこにおんのよって、目の前におんのやんって言うべきところを、それスルーしとる。もう NSC ですか、これ。すんごいダメ出しされてるけど。あ、でも全然、そんな引き立てほどのボケではなかったね。いや、俺はちゃんと見てなかったから。今日ってそんな、だって芸歴19年上ですよ。その19年後輩に、いや、奈良さん、ちょっとこれはね、いや、それは受け取れないですよ。いや、でもこれは、いや、まあ、な先にさ、ナダルがしてくれるかやんね、うん、大変更やから。いや、説教してくれるかどうか。それは1万は、それはちょっと、いただけないですよ。いただけないね。じゃあやっぱ厳しいか、やっぱり先輩やしね。1万円でしょ。うん。いや、やめとくか。そんなもらえ、もういただけるのはもらえます。地獄こんなうまいこといかんかも。じゃあいただきます。ちょっとラリーないな。こういうのって3ラリーぐらいあるやん。俺も家買ってさ、必要資金ではあるんで。そしたら、僕に説教してください。はい、もうちゃんとします。これ1枚もらったんで。すぐ閉まってん。じゃあもうこれはもうちゃんと忖度なしで僕に本気で説教してください。まあ YouTube チャンネルのことで言うと、木下さんが意気揚々としてること誰も見たくないっていうのが、意気揚々となんか YouTube CM 来たやったとか言われても誰も思わないというか、木下さんが意気揚々とサーフィン行ってるとか誰も見たくないというか、でコメント欄も結局やっぱ人の不幸でちょっとおもろかったりするので、やっぱ最初辛辣なコメントめっちゃ来てましたやんか。やっぱそれおもろかったのにスルーして、最初のそのきついコメントのやつは全部オフにしてとか。コメントオフになった経緯は何でしたっけ？何本かオフになってます。あそこに書き込まれるのが嫌やった。改めて聞く、はい、僕のチャンネルに謝罪動画ですね、はい、低評価は押しましたか？押しました。しっかりと、もう今もさっき見たら黒になってましたね。申し訳ないですけど、5000円ぐらいのグッドに対して僕は5001にしたところで、もう横の38万っていう数字にもう何しても勝てないんだと。なんか一回ね、僕にもコメント来たことがあって、うん、木下さんのチャンネルで、なんか僕自粛期間に、うん、100日ピアノ練習するみたいな、うん、で100日練習したら弾けるようになるかっていうのをやったんですけど、40日目ぐらいに、うん、なんか本当にすごいですね、継続力が、みたいな、うん、それに比べて木下のクソ野郎は楽器に手つけたのはいいものの全くやっておらへん、やってないからな、あいつ何もできへんなっていうコメントが僕に来たんですけど、そういう企画やってはくないですか？それは
ちょっと覚えてないねんけど、ちょっと寝てなかったっていうのもあるけど、もう本当に嘘ついてますやってました。ぶっちゃけて話します。はい、はい、途中でちょっとピアノ動画上がってると思うんですけど、ピアノを教えてもらうっていうので、もう一回頑張るぞというのを見てもらおうという企画でピアノを始めたんです、はい、ほんなら西野君がやってるのを知ったんです、はいはいはい、あ、なるほどなるほど。で、これはちょっとパクってる感じに映るぞと、はい、これちょっと撤退せなあかんなって俺が言いました。スタッフさんが言ったんだね。スタッフさんからそうした方がいいんちゃうとか言われたんじゃなく、スタッフさんが言ったんだったらもう怠慢にしか聞こえないというか、と手前のとこで言うと、あのグッチのカバンとエルメスの財布、反省してるやつのやってる格好かっていうのちょっと見た目関係ないっていうのもあるかもしれないですけど、あんだけコテコテのエルメスとコテコテのグッチでネックレスチラチラ見えたら、ネックレスじゃないね、これマイクやんけど、これに関しては、これに関しては、いやね、ネックレスね。こんなにこんなに車の外の車の音聞こえます。あのこの間からさん付けやめてもらってもいいですか。え、一応19年先輩で、またから来てこれ説教なんかなと思ってずっと思いながら聞いてて、はい、そんなんタメ口しようと思ったらもう一枚いりますよ、そしたらこんなもんだってもうこれ無理ですもん、だってこれこんだけ先輩え、今先輩からさ2万取ろうとしてるけど大丈夫か。じゃあほんと俺が仮に今1万渡したらもう1個ギア入れます。ギア入った説教くれる。もうします。なんだろ、これで、はい、より次のグレードでお願いします。分かった、来ました。大丈夫か。僕今一番冷静に見てるんだ。この坊主と坊主のこの金銭の金銭のやり取り大丈夫ですか。誰も求めてないね、あのお前のチャンネルで僕にやること。もうなんかまたこんないたぶられてるっていう、それをみんなやっぱ期待してるから、とことん期待裏切んな。何をあのコメント欄ノリにしてんの。おもんないノリ込んでん。あのツッコミも別にさ、鋭いツッコミするわけじゃないねんから。柏餅もいじられて切れたやろあれ。柏餅、うん、柏餅は篠宮さんにバレいじられて聞いたよ、ライブ でその時も汗かいて何も返せないから聞いたな。それも芸人やったら面白く返せて。なんか柏餅って何ですか。柏餅でめちゃめちゃ滑ってんの、これ見てねんけど滑ってもうどうにもならない。もうこんな先輩がこんな滑るの、汗かいて滑るのかと思って、だから俺助けて、あのスタバでパスタどうすかって入ってってさ、スタバでパスタどうすかっていう、それも変な感じだったけど、もう見てられへんかった俺50分ぐらい滑ってんだから、もうなんかもう見てられへんかった。ほんで、そうそう、ほんでその今田さんと大悟さんとか優しいから、あれはわざとやってたんやって言ったけど、ガチやったなあれ。見たらわかんねん俺も、めっちゃめちゃ滑ってたあれ。要はあんな、それ要はあんなな、半沢直樹とかドラマ出てな、ワンオクの高田飯行ってとか、どうでもいいねこんなおもろなれてな、全然おもんないね今な。パプリカの替え歌とかね、いら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 、誰がそのポップな求めてんだからいらんねん、もうポップな、もう絶対こんなペットボトル握りしめて常にペットボトルポケットが出てくるとかさ、もうアンチキャラでいけて。じゃあ今から好感度取ろうとか、もうイラ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 、ほんまに。でも交換もうほんで、顔見せてみ今その顔、ご家庭なんだ。世間でいう嫌われランキングでも、うん、だから正直俺だから、はい、あの久保田さん、トトさんも久保田さん1位、はい、俺2位、うん、日系のやつで、うん、もう6位入ってるの、クロちゃん真下、こんだけ露出なくて入ってるって、まあ、相当嫌われてるってなんで名前出すねん、こんなん露出もしへんと。ナダルさん何位や。俺2位、6位。でも俺露出してるかもしれない、それは分かんないけど、露出してなくて6やもん、怖い。え、木下さんの上が誰でしたっけ。クロちゃん。クロちゃん、その頭踏みつけたね。踏みつけられた方を上によってな、その怖いで、何が起こってるのか俺分からへんから。もうそんなもうポップなさ、ありがたいの CM 入れてもらってありがとうございますみたいな、やっぱ頑張らなあかんな。誰が見たいねん、そんなワイドナショー見たけど、あれ何や、あれなんで出てん、あれワイドナショー何の意味もなかったで、あれ俺が見てらねん、あの動画。ただええ人で、GoPro 必須なのよとか言って、もう作り上げた台本みたいなあれ、まあ、自分が用意してよ、ほんで何をスタッフに用意してて偉そうにやってんの。奈々さん結構見てるんですね
結構ちょっとお金返すんで対等に話させてもらってやってられない。いやでも勉強になります。本当でもスイッチ入ったナダルさんのその意見っていうのはやっぱ思ってたことやろうし。ちょっと僕後ろから見てたんですけど、はい、今年一流暢でした。ちょっとテンポも間も完璧の。いや本当綺麗に、はい、いろいろいただきましてありがとうございます。いやでもこれで僕の成長にもつながるんちゃうかなと思います。ありがとうございます。今日は本当に。成長またつながるわけないよ。ちゃんとこれは形にして表さないと。でバット押したんですよね。バット押しました。バット押しましたね。あれいやあのねバット僕バットで叩かれたじゃない、いろいろ、はい、ネットで。そうですね、バットそれこそ38万で叩かれたっていうんで、じゃあ本当にバットで叩かれようっていう企画で渋谷でバットで思いっきり叩いてもらって、いろんな方にバットで叩いてた。ほんまに叩いてたからね、言うたら叩いてたというか面白くなるという意味で。ほんと最後、バットで俺を叩いてくれますか。すみません、ね、ちょっとできないです。あと1万円いります。やめよ、もうじゃあやめよ。もう3万円も払うことない。3万円払うこの商法やばい。この商法はやばい。さすがにやっぱ先輩をバットでしまうことできません、僕は。そんな関係ない、もう一人間として叩いてほしい。わかりました。こんなの叩く1万円これ。聞いたことないセリフですよ。叩くから1万くれ。こんなの叩く1万円これ。俺のお尻をバットで叩いてください。やりましょう。ほんまはな、こんな1万円もさっさっさと出したらあかんねん。お金ないってとこ見せなあかんねんから、スムーズにこの3万円1万渡したのにダメ出しとれんの。3万円分の気持ちを込めてね、うん、思いっきり。もうそんな振り返りもいらんねん。3万俺を払ったってなる。もういらんねん。俺3万一気に払ったみたいな。いらんから さっさと叩かれたらいいから。ありました。ナダルさんお願いします。はい、好感度いらん、とことん嫌われて、それがお前の向きや。いけ、チャンネル登録よろしくお願いします。